いやーこの間ね、うちの宿に有名なタレントさんが来て、まあ古くからフレンドだったんですけども、そこから毎晩酒のレントが始まりまして、今日病院に行ってレントゲンを撮ったんですけど、でも大丈夫だったんで、こんなことでフレント今日も飲むぞということで、今日のねお酒レントいただきます。ロックだねこれ。はい、ありがとうございます。もう連動続きなんでね、ちょっと疲れてるんだけど、もういいって。あ、すいません、いただきます。はい、あー、ゆっくり音響熟成レント、かわいい。ゴゾロップチミ当たる、ゴゾロップチミ当たる、ゴゾロップチミ当たる。和也の酒と魚のペアリングチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。奄美産黒糖を 100% 使用した奄美大島のですねお酒でございます。実はこちらは奄美群島でしか製造が許可されてない、まさに奄美大島のお酒でございます。奄美大島の霊峰湯湾岳の伏流水をたっぷり使用したんですね。希少な黒糖焼酎でございます。中でも特徴的なのが、糖質制限がトレンドになっている昨今、こちらのレントも糖質ゼロだということで、食事の頼もしいお供になりそうでございます。レントのですね、名前の由来は、緩やかにゆっくりとという音楽用語の LENTO ですね。これでレント、これは奄美大島のようなゆったりとした夏の雰囲気を楽しむことができるような感じですね。アルコール度数は25度程度で 1.8 リットルで税込み1928円ですね。まずはこの4タイプ分類ですね。ちょっとこちらの方のねレント、どうですかね、もう間違いないですね。フレーバータイプね、まあ多分この辺だと思うね、この辺ですね。はい、こちらのフレーバータイプ、この辺りというふうに私の独断と偏見でポジショニングさせていただきます。黒糖焼酎は奄美の島々で生産されるアルカリ性自然食品黒糖を主原料といたしまして、南国の澄んだ空気と奥深い森の深層から湧き出る自然酵素によって生まれるまろやかな風味の焼酎でございます。黒糖と聞くと甘いお酒を想像されるかもしれませんが、実際は甘くない黒糖焼酎も多く、奄美ではお酒といえば黒糖酒のことを指すほどに本格焼酎として人々に愛されております。黒糖酒のルーツはインドタイと言われ、この製法が約500年前に沖縄に移入されまして、その後奄美に伝来して製法技術に幾多の改良工夫が加えられ、現代の黒糖焼酎が生まれたのだと言われております。昭和28年の日本復帰に際し、奄美の黒糖酒は黒糖が原料ということで日本酒税法上洋酒たるスピリッツに分類されかねないところを、米麹を使うということで本格焼酎としての安い酒税が、特例的に認められました。奄美の黒糖焼酎が、和製ラムと呼ばれ、他の焼酎にない、独特のフレーバーを持っているのはこのように歴史の裏付けによるものだと思います。レントを製造する奄美大島海運酒造製造は、25ある奄美群島の黒糖焼酎の蔵のうち最高発、そして、最小の蔵としてその歴史をスタートさせております。最初は素人集団であったために、製品開発、製造、販売の全てにおいて迷走したそうです。しかし空前の焼酎ブームもあり、当時はですね全国から非常に高い値段で取引の申し出がありましたが、奄美大島海運酒造はあえて島外への販売を規制し、島内への貢献に集中したそうです。焼酎ブームが落ち着いた後もですね、島内の熱い支持と島外からの多くの要望を駆動的に精力的に、製造を続けまして、現在最高発であった、奄美大島海運酒造さんがですね黒糖焼酎での販売量でナンバーワンとなったのでございます。
海外への進出も順調で、現在アメリカ、中国、東南アジアと販路拡大中でございます。2019年の3月には在コロンビア日本大使館が主催する製材界の有力者たちを集めた就航110年記念晩餐会でレントが紹介され、高い評価を得たそうでございます。音響熟成とは、音楽のゆりかごの中でゆっくりと焼酎を熟成させる方法なのでそうでございます。レントはモーツァルトやベートーベン、ビバルディなどのクラシック音楽を約3ヶ月もの間囲まれながら、焼酎が十分に落ち着くまで貯蔵され、最適なブレンドを持って過ごすのであります。この熟成でまろやかで優しい味と豊かな香りが生まれるのであります。黒糖焼酎にももちろん欠かせない、黒糖は、体に必要な成分がバランスよく凝縮されている、とても栄養価の高い自然食品。黒糖は天然のサトウキビの搾り汁を長い時間と手間をかけてじっくりと煮沸します。いただきます。うまいですね。すっきりとしたね、黒糖の風味がふわっと広がりますね。独特な甘さがあって、それが好みの分かれるところだったりするかと思いますが、ですがレントの場合は独特の甘みは感じさせつつもですね、非常にすっきりとした味わいだというのが印象的ですね。まずはロックですね。飲みやすくなる分香りが少し変えられるので、焼酎の香りがですね、気になる方やお酒の初心者のですね、締めの一杯におすすめでしょうか。次はソーダ割りですね。こちらはですね、黒糖の甘さがさっぱりとしたソーダによく合います。夏場はこのとてもいいですね。最後のお湯割りですが、黒糖焼酎独特の甘みとまろやかさを一番生かすのがこのお湯割りだと思います。糖質ゼロなので、まさに甘さが際立ちます。今回は奄美大島のお酒ということで、大島の郷土料理をですね、一緒に召し上がっていきます。鶏飯ですね、鶏飯ね、今日は鶏釜飯にしました。鶏飯、黒糖焼酎ね、これとレントと合わさせていただいております。さすが郷土料理と郷土の酒ということで、ペアリングは完璧でございます。それでは最後になります。皆さん最後になりますが、また美味しいお酒と魚をですね、ご用意して皆さんにご披露させていただきますので、よろしくお願いいたします。それからまた姉妹チャンネルでございますけども、宮川芳雄若女将のゆるい旅館日記というですね、 YouTube 番組が立ち上がっております。こちらの方もぜひ登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次回もですね、楽しい動画をですね、提供してまいるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。